人間にとって自然の上の動作、歩くということ。2本の足を交互に出して歩く、段差や階段を登る、降りる、凸凹な道や坂道を歩く、はい、歩くといっても、実は人間はさまざまなバランスを足でとって歩いているのです。だからロボットにとってはとても難しいことなのです。その2本の足で歩くということを世界で初めて実現したロボット、それがアスムなのです。今私は足の裏のセンサーで階段を確認し、細かくバランスを取ることだよ。皆さん気づいていないでしょうけど、人間も目を見て高さに合わせて足の裏でバランスを取りながら。それではご見学中のお客様に申し上げます。ただいまロボットが転倒したためステージを中止とさせていただきます。